とことんゆにこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、タワーが更新されました。週1回っていうのに慣れてきたね。今回は、テンペストゴーレム、やめてください。お願いします。では、3回に分けてやっていきますね。1回から10回。で、11回から20回。で、21回から30回。ですね。まあ、途中ボスがあればそこまでやったりもします。まあ、とりあえず行ってみましょう。エンチャントは、まあ、特にいいやつはついてないっぽいね。弱体化は入れてもいいかもしんないけども、まあまあとりあえず一回様子見でやっていきます。はいはいはい。まあ、特に問題は今のところはなさそうなんだけども、わかんないよね、まだ。うん。とにかく敵は多そう。後ろを取られないようにやっていきましょう。はいはい。囲まれやすそうね、ここ。場所取りが結構重要かな。多いね敵多いな。わけわからんぐらい敵が多いね。どうしたこれ。でもただただ多いだけで、別に問題のある敵はいないですね。ただただ多いだけ。で、一回クリアでーす。報酬は、まあまあまあ、最初のうちはね、あんまりいらないんで、いいかな。別にいいやつもついてないし、そのまんま行きます。で、ここか。せめてね、なんかショートカットがさ、10回ぐらいでいい。10回。いやいや、まあまあ15回とか。そこら辺からでいいからさ、ショートカットが戻ってきてくれればいいな。ほんと最近周回が難しいのよね。エンチャントスミスで、最強装備が作りやすくはなったんだけども、周回がまずできないので、うん、元となる素材をね、入手するのが難しいんすよ。多いな本当に。もう、敵が多い。どうしたこれ。多すぎでしょう。ケルトンがとにかく多い。ギャー、逃げるな。これは時間かかるよ、倒すのも。こっちはもういないかな。いやいや、時間かかるこれ。前回がほんと50分近く周回するのにかかってたんで、今回もそれぐらい。うわー、どこだ。こういう打ち漏らしがあるとね、時間かかって嫌なんだよね。どこ？ああ、そこか。一番わかりにくい場所。はい、2回クリアです。もうすでに、3分近くかかってるね。いやー、嫌だな。いいか。そのまま行きます。これ、落石で死ぬ場所だ。死なないように気をつけよう。あー、ほらほら、あー、でも、ワンパンされなくなったからよかったね。これ、昔ワンパンだったからね。ちょい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 。多いって。あ、やべ、危なー。あ、でも多いだけで別に囲まれなければ全然余裕でしたね。おっと、いいぞ。心奪うもの変えましょう。ナイス。で、しかも蜂がついてる。とりあえず1でいいか。心奪うものはね、使いやすいから好き。どんな敵が出てくる。よし、蜂が。蜂いいね。いいよ。今回意外と発動してくれてる。
はい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 、いいね。やばそうな敵は今のところはまだいないし、吸血でガシガシ回復できるんで、ある程度ダメージを受けても OK。 よし、ナイス8。よし、やっぱいいタンクになってくれるからね、いいよね。そこか、うん、キノコが欲しい。動きが、あーで、ここでこれも出るのか。いやでもまあいいや、ベビークロスもありかなと思うんだけども、とりあえずは、おお、初めての場所？なんか初めて、あー、罠が嫌だ。嫌な罠がある。これは戦いにくそうだ。初めての場所だね。なんか最近、運営さんがすごい頑張って、フィールドを作ってくれてるね。へぇー、こんな感じになってんだ。あー、なんかすっごいめんどくさい場所。よし、じゃあやっぱ吸血でね、いいダメージ出してくれる。回復するよ。ミスったな、あっち側に投げたかったけども。ちょっと待って、まずここで倒したいんだけど。よし、OK、ここで倒していこう。ある程度ね。もう無理か？うん、これぐらいで OK でしょう。いや、めんどくさい、ここ。ほんとに。面倒な場所だな、こっちから行けない。行けないんかい。危ない！行くぞ！いやめんどくさい場所だ。なんだここ。いや全然余裕で倒せるんだけど、めんどくさすぎでしょう。時間かかる今回も。次です。魂の棒、おお、流れ込む魂ついてるな。もう一応持っていくか。途中で効果力のやつに変えてもいいからね。とりあえず流れ込む魂つけてれば、回復しやすくなるので死ににくいでしょう。うわ、何ここ、初めての場所。まずは足場のいいところに、あー、変なところに投げちゃった。よし、 OKOK、 火力高えなこいつ。じゃあ嫌な場所、ちょっと待って、ここ嫌な場所だね。ちょっと待って、ここで倒そう。ある程度、ちょっと待って、そこ壁になってるんじゃないんかい。壁にならないの。よし、 OK、 嫌な場所だわここ。でも弓さえ倒せば OK。 ちょい、いや嫌な場所ほんと。 OK 嫌な場所だわ。終わりだ。すっごい嫌な場所。なんか戦い方考えないといけないね、ここは。ピグリンアーマー、いや、まだいらない。うわ、俺の嫌いな場所、嫌いな場所だ。ここ出ない？あ、出ないっぽいね。ちょい、嫌な場所だ本当に。
戦いにくい。ちょっとレイスが あそこにいるじゃん。うわ、結構ここ本気だね。本気の場所。 OK、 じゃあ OK、 矢が出てきてくれた、嬉しい。風使いとちょっと待ってすごいねここ敵がさ、ものすごい敵よここ OK。 でも流れ込む魂と吸血でまあまあ回復はできるね。回復はできる。はあ、ほんと序盤から結構本気で攻めてくるよ。やばいぐらい。あー、コグクロスか。いやでも回復入れていこう。コグクロスがなんかねすごくいいっていう話も聞くんだけども、ちょっと初見は使い慣れたやつを使っていきます。うん、ちょっとコグクロスはねリスクが高いかな、あんまり使ったことないんで。おお、まだいる。よし、 OK、 攻め込みましょう。おい、結構いるな。どう攻めるか。まあやっべえな、あそこ。よし、8いけ。ナイス8。 OK、いい感じだよ8。でこっちも多いね、多いなー。おー、ちょっと待って、火力えぐない。おー、ちょっと待って、一斉にやられるとマジでやばい。危なー。はいはい、ここ要注意ね。どうしてもダメージ受けやすくなるのでしっかりと守っていかないと。うわ、こっちも、これやべえな、やべえって。危ねえ危ねえ危ねえ。よし、蜂にとりあえずハゲ取ってもらわないと。おいおい、ものすげえ火力だな敵が。8回クリアでーす。やばい、8回やばい。結構ハーベスターか、いいね、いいよ。でも使わない気がするんだよね。まあ一応持っていくか。うん、別に何も取らなくてもいいんだけど持っていきましょう。で商人で、ユニークか。な、よ、いや夜の棒よりもこっちだろうな。反逆者にしてダメージ上げて防御力上げていくしかなさそうね。入れるエンチャも別にないね。この火力でボスいけってか、きつそう。うん、ちょっと武器は途中で考えるべきだったから。何が来る、ほうほう。あ、でも減らせる減らせる。で反逆者で火力も上がってるんでいけるわ。しゃあ、ハーベスターいい感じ。 OKOK、 スライムの攻撃もまあまああるにはあるけどもそんな問題ないかな。流れ込む魂で回復するし問題なし。じゃあ、うん、ハチたちもしっかり叩いてくれ。はいはいはい、終わり。うんうんうん、まあ武器このまんまでも全然余裕でいけましたね。はい、ということで今日は10回から11回までやってみました。ここの報酬はそうね、途中で弓のいいのが出れば森の矢筒持っていきたいんだけども、
そうじゃなければ、こっちだよな。はい。まあ、とりあえず、次もやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。